どうも、おつか歴史、歴史くんでございます。大河ドラマ麒麟が来る次回予想しちゃうよ。第40回松永久秀の平蜘蛛ということで、ついに第1回から登場していたあの松永久秀さんが居城の試技参上で自害ということでしたね。では前回の予想から振り返っていきましょう。こんな感じ。はい、まず本命中の本命はね、試技参上の戦いが描かれる。まあこれは的中ですね。 OKOK。 そして試技参上が大河紀行に登場するんじゃないか。そして中腹にある長後村指示が登場するんじゃないか。これも正解。ただもう一個ね、松永久秀さんのお墓があるだるま寺も確かに予想できたな。まあまあまあ的中ですね。そして続いて細川忠興さんが登場する。正解。よし。ただね、惜しかったのがね、その前、細川忠興さんが活躍した戦いで片岡城の戦いのことをちょっと触れてたんですよ。確かにそこで活躍したから信長からお褒めの書状をもらってんですよね。ただその前のね、奇襲征伐でも活躍してたからそっちを予想したけども、これは外れでしたね。さあ、そして機長の罰が当たるというセリフ、これ信長の茶器狩りかなと思ったけど外れ。で、あれでしたね、詐欺山の方に隠居しちゃうんですね、もうね。ってことは機長さんもう出てこないのかな。確かに詐欺山ってね、あの岐阜城の城下町の方で斎藤道さんが隠居した時にそこに暮らしたんじゃないかなというふうにも言われている詐欺山城があるんですけど、その近くにね、機長さんの遺髪、髪の毛が埋められたっていう塚がね、伝えられてるので、なんかそこら辺をモチーフにしてるんですかね、もしかしたら。そして大穴予想、平蜘蛛は光秀に譲られ、そしてそれがバレて信長と亀裂。当たっちゃった当たっちゃったよこれということで、ここからは次回予想第41回、月に昇るもの。さあ、予告のあらすじだと、大阪本願寺丹波と終わりの見えない戦に追われる光秀と、将軍の義明が諸国の大名に向けて信長を倒し幕府を再興せよと書状を送ってると。で、一方光秀は訪ねてきた秀吉に対して自分に密偵をこう送ってきて、平蜘蛛を隠し持っていることを信長に報告して、さも裏切ったかのように仕向けた調略について問いただすと書いてあります。まず本命、足利義明が予告のところでも出てましたし、こうやって予告の文章にもあるので登場するんでしょう。ということで、義明さんがいる場所がですね、かなり景色のいい場所なので、それが登場するんじゃないか。ズバリ鞆の浦です。崖の上のおっぽにょのモデルとなった町というふうにも言われてますけども、あそこにいて書状を書いているので、義明さんのシーンになった時に一回綺麗な瀬戸内海が見える。これ本命で予想しましょう。そして一方、丹波も大変なことになっているということなんですけども、これも本命で予想です。赤井直政さんがお亡くなりになるんですが、これはスルー。おそらく次回はね、天正6年1578年の春からスタートして78年の出来事が起きると思うんですよ。この春に赤井直政さん亡くなってんですよ。残念。私はね、出て欲しかったな。ただ一方で対抗で予想です。丹波で有力な国衆大名というとですね、誰がいたかというと、畑野さんという方がいたんですね。これ八上城というところにいたんですけども、八上城の畑野兄弟、畑野秀春、秀久、まあ秀直とも言いますけど、その兄弟のことに言及すると思うんですね。これ予想です。で、そしてもう一個、じゃあ対抗で予想するのが、芦田愛菜さんが出てましたね。玉が結婚する話になってましたけど、なんか断りそうな感じでしたが、まあ史実通り当然行くんでしょうから、結婚はするでしょう。ということで、大河紀行、どこかというと、玉と細川忠興が新婚生活を送ったお城、昇竜寺城でどうでしょう。でね、あの、長岡京市っていうところにあるんですけど、長岡京駅から昇竜寺城向かうところの通りが、ガラシャ通りって言うんですよ。多分ね、あの、その、カットも入んじゃない、ガラシャ通りみたいですって、こうやってね。そして大穴予想いきましょう。謀反三連発がどっかで言及される、触れられる。この年ね、3月に三木城の別所長春さんがまず謀反を信長に起こします。その後ね、10月には光秀が娘を嫁がせた荒木家が信長にまた謀反を起こすんですよ。荒木村重というのが謀反を起こして、この息子の村継に光秀は娘を嫁がしてるんですけども、でさらにその荒木村重の与力
高山右近と中川清秀っていうのがいたんですよ。この二人も荒木村重に従って最初謀反を起こしちゃうんですよ。ただまあ結局ね、信長のところにまた帰ってくんですけども、最初謀反を起こすんで、この三連単だから別所長春謀反、荒木村重謀反、高山右近中川清秀謀反、三連発、つまり大穴予想は謀反三連単でどうでしょうということで、私の次回予想は以上でございます。皆さんの予想もぜひコメントにお寄せください。ということで、おつか歴史、バイバーイ。